はい、こんにちは、ウロトヨチャンネルです。今回、8月のシンデレラナイン8内ですね、第82回ということで、今回もストーリーですね、追っかけてみたいと思いますけど、第3回ということで、ご覧のように1年生編のサイドチャプターになりますね、今回はね。うん、サイドチャプターの第1回目ということで、明日に架けた橋、うん、これを行きたいと思います。早速話を行きたいと思いますが、これ3話までしかないですね、サイドということで。早速見てみましょう。第1話、ドラマみたいには、てんてんてんと。影谷先生、ああそれはそれは先生、 あなたのおかげです。さっきからうるさいですよ、駆け足先生。それ何の歌ですか？昔見た熱血教師ドラマの主題歌です。ご存知ありませんか？青春が始まる。決め台詞の先生が出てくるんです。私すごく憧れてて。ああ、見たことあるかもしれません。いいですよね、青春。でも私たちは現実を生きなければなりませんよ。なんで。ちょっと先生。生徒の前でそういう姿見せちゃダメですよ。だって何やってんだろう私って思っちゃうよ。書類作成と採点と生徒と触れ合う時間ないし、その上保護者対応もあるでしょ。こんなんじゃ彼氏もできなくて当然だよ。何歳ぐらいでしたっけね、28歳ぐらいでしたっけ。もう私どうして先生になった、なっちゃったんだろう。あ、生徒が来ましたよ。ほらちゃんとしてください。失礼します。掛け合い先生、ちょっといいですか？はい、あなたは、あ、有原さんね。え、どうしたの？これ、お願いします。女子野球部、活動申請書？お湯かかってでいいんですよね。あ、漢字間違ってる。直します。有原さん、部活に入るんじゃなくて作るのね。しかも女子野球部。はい、そうです。同じクラスの龍崎哲郎と、うん、甲子園目指そうって話してて、あ、地蔵は龍崎哲郎ですんで、はい。甲子園、それはすごいわね。はい、先生言ってましたもんね。高校生活は部活に打ち込み青春しようって。そうね。漢字わかんないのでひらがなに直しました。これでお願いします。ひらがな。まあ、いっか。教頭先生に出しておくから。ありがとうございます。それじゃあ失礼します。うん、女子野球部で甲子園か。それって本当にできることなのかしら。うん、でもなんかドラマみたいな展開よね。なんかテンション上がっちゃうかも。それは、それは先生。架橋先生？あ、すみません。まだ何も言ってませんが、どうして謝るのですか？すみません。あ、いや、すいません。いつもの癖で。最近たるんでるようですね。困りますよ、そんな受理できない申請書受け取ってしまっては。え、受理できないんですか？当たり前でしょ。女子が野球だなんて危険に決まっているざます。整備が整ってるならまざしも、グラウンドはすでに他の部活が使用してますしね。しっかりそう伝えておいてくださいませね。はい。それと新学期壮行会の出欠か確認、駆け足先生だけ取れてませんが不参加ですか？壮行会、あの飲み会ですか？参加します。飲み会じゃありません。新学期壮行会は新1年生の教育始めに際し、教員ともとも一致団結しようという伝統ある。え、ということはお酒飲めないんですか？面白いな。お酒は出ますが節度を持ってくださいね。決して、低俗な飲み会だと思って参加しないように。はい。有原さん伝えるのしんどいな。でも教頭先生があれだけ言ってるってことはどう頑張ってもきっと無理よね。よし、これでチラシ完成。部員集まってくれるかな。それちょっと作りすぎなんじゃないの。多分生徒全校生徒分ぐらいあるよ。ね、いいじゃん。部員100人ぐらいだったら最強チームじゃん。まあ35人ぐらいまで増えるんですけどね。有原さんたちもあんなにチラシ配っても相当本気なんだわ。でも私はドラマみたいにはいかないわよね。うん、
これが1話ですね、架橋先生ね、すごいのんべえですからね、うん、いい感じで2割8分でしたっけ、あの勝率がね、じゃあ2話いきましょう。第2話、教師になったきっかけ、勝つ。あ、ちょっとお姉ちゃん、まだ防具つけたのにしないで叩かないでよ。久しぶり母校を訪れてみれば相当たるんでおるようだな、桃子。でもしょうがないでしょう、教頭先生には却下されたんだから、私が何か言ったってどうにも。ならば却下された分にその生徒には伝えたのか。いや、それはまだ伝えてないけど。カツ、痛いってば。だってだってしょうがないんだもん、気まずいじゃない。あんなに一生懸命チラシとか作ってたら、それに有原さんたちが入学した時青春しようだなんて焚きつけたの私だし、うん、呆れてものも言えんな。口では生徒に青春してほしいなどと望みつつ、自らおとなしの構えを決め込んだということだな。桃子よ、どうして教師を志した？え？子供たちと向き合う職業である以上、半端な覚悟は許されないはずだぞ。分かってる、分かってるよ。うん、そんな理由なんて、地元で就職したいっていう本当にしょうもない理由だったんだ。そんな覚悟だったら私は今こんなにしょうもない先生になっちゃったんだよ。それでは新年度の門出を祝して乾杯。乾杯。先生、私はどうして先生じゃないですか。ちょっと架橋先生、飲みすぎじゃないですか。うるさい、答えろ。私は教師こそ未来を変えることができる仕事だと思ったからですけど。先生は僕は子供たちに歴史を学ぶ大切さを伝えたかったからでしょうか。なんだとお前ら、私が下手に出てはいけしゃしゃと。なあ、お前らのせいでな、お前らがこんな立派なことを言うせいでな。湯気が上がってます。私が謝らなくちゃいけない、なっちゃうだろう。ごめんなさい。ああ、かけやせ、そっち行っちゃダメ。こっちは先生、私甘い考えで先生になって自慢ました。教師失格なんです。もうやめた方がいいかもしれません。ごめんなさい。ああ、かけやせ先生、ずいぶん飲んでるようですね。校長先生、私の指導不足で申し訳ありません。駆け足先生、こっちに来なさい。こっちはこんにゃろ。こんにゃはあ。まあまあ、教頭先生、何を悩んでるか知りませんが、教師を続けていれば溜まっていくものもあるでしょう。校長先生、しかし駆け足先生、大事なのは教師になった経緯ではありませんよ。え、どういうことですね。大切なのは駆け足先生が今生徒とどう向き合いたいからではないですか。今どう向き合いたいか。校長先生、もう連れて行きます。誠に申し訳ありませんでした。で、あらせ鬼ば鬼ばどうせ付き合いたいからって決まってるぞ。本当ば。あ、こら、マイクを離しなさい。歌います。いいっすね、駆け足先生。いやスパークしてますね。いや、うん、ということなんですね。では第3話、本音の記憶。気が重い、頭もいい、記憶もない、どうしよう、飲みすぎた。私、昨日もしかして何かやらかしたか。思い出そうとしても思い出せるのは、大切なのは駆け足先生が今生徒とどう向き合いたいかではないですか。ちょっと猫、校長先生。先生、おはようございます。あら、有原さんと。お、先生、翼が出した申請書、何か間違えてませんでしたか。本当に大丈夫でしたか。大丈夫だってば、とぼっち。もうそろそろ信用してよ。それより先生、これ見てください、これ。扇風、なんか猫がスイッチ踏んで、あ、すいません。じゃーんってことで、ユニフォームかっこいいですよね。甲子園目指すんですよ。そっかそっか。
本当にありますからね、見ててくださいね、ちゃんとね先生。私はうだうだ悩んでいるだけなのに、有原さんたちは行動を始めてる。どうしたらいいのかな、何をしてあげられるのかな。うん、よし。あの教頭先生、何ですか架橋先生、有原さんたちのことですけど、もう一度考えていただくことはできませんか。猫が、私考えてみたんです、真剣に考えてみたんです。確かにダメ先生かもしれません、でもくだらないものでした架橋先生。だけど今の私は、私は彼女たちの青春を応援したい、ちゃんと向き合ってみたいと思ったんです。ダメでしょうか架橋先生。その話は昨日ついたはずですけど。え、昨日？まさか覚えてないわけではないですよね。歌まで歌って、あー言い回し、歌あなたのおかげです。よし京都へ聞け、女子野球部は認める目で歌うのをやめないぞ。有原さんの夢を応援するんだ。何を言ってるんですか架橋先生、マイクを離しなさい。まあまあ教頭先生、女子野球部の話他の先生に聞きました、同好会ぐらいならいいのではないですか。校長先生、女の子でも野球はできるが、怪我しないように私がしっかり見てるから、教頭教頭。え、嘘ですよね、嘘だと言ってください。記憶にないとは呆れました。あなたの歌のせいで今朝から頭痛が。言っておきますが、あくまで同好会としての許諾です。問題があれば即停止させますからね。ありがとうございます。いや、すいませんでしたと。それは、それは先生、あなたのおかげです。部長先生、本当にすみませんでした。ちょっと猫が鳴いて、ちょっとすいません。あ、すいません、もう暑いんで冷房つけると猫が出入りすると開けちゃうんで、閉めてたらまた出せって言うんでね、すいませんでした、すいませんでしたと。はっはっは、大丈夫ですよ、誰もが熱血教師に憧れるものですが、架橋先生にはその素質があるかもしれませんね。あの教頭先生をして、力技で説得してしまったのですから、そんな失態を。しかし架橋先生、始めてしまったからには中途半端にしてはいけませんよ。始めてしまった、すでに始まっています。生徒たちをしっかり導いてあげてください。先生の手にかかってますよ。それはそれは先生、あなたのおかげです。あ、私始めてしまったの、記憶にないけど私やっちゃったんだ、とんでもないことしでかしちゃったんだ。でもこれってすごく、ものすごく青春が始まるじゃん、なんじゃないの。早く有原さんたちに伝えに行かなくちゃ。うん、ということでですね、架橋先生のお話でした。まあスパークしてますね、いい感じですよね、なんか一番可愛いような気がしてきました、架橋先生ね。ということで今回はメインストーリーのサイドストーリーですかね、明日にかけた橋お送りしました。またお会いしましょう。うろてほチャンネルでした。どうも失礼します。